2000年シドニー五輪の表彰式の様子。左がカバエワ。アリーナカバエワは、ロシアの元新体操選手。政治家。ウズベキスタンの首都タシュケントにて、サッカー選手の父親とバスケットボール選手の母親の間に生まれる。3歳から新体操を始める。11歳の時に、母と共に、ロシアのモスクワに移住し、名門クラブインターフィンで、イリーナ・ビネルの指導を受ける。 15歳、シニアデビューとなった1998年のヨーロッパ選手権でいきなり優勝すると、1999年の世界新体操選手権で個人総合優勝、種目別でも金メダル2つと銀メダル2つを獲得し、名実ともに世界女王となった。2000年のシドニーオリンピックでは金メダル確実と言われていたが、 決勝でフープを場外に出すミスを犯し、銅メダルに、終わる。2001年の世界選手権で、個人総合2連覇、団体、種目別合わせて、計5つの金メダルを獲得するも、栄養補助食品に原料効果のある利尿剤、フロセミドが含まれており、薬物使用違反。同じクロシアのイリーナ・チャシナと共に獲得メダルをすべて、剥奪され、1年間の出場停止処分を受ける。 2003年の世界選手権では2度目の個人総合優勝を果たし、計4つの金メダルを獲得。2004年のアテネオリンピックでは個人総合で念願の金メダルを獲得。同年、東京で開催されたイオンカップ優勝後、引退を表明。2005年に現役に復帰。2007年、世界新体操選手権で種目別リボンで3位。 同大会個人総合予選では4位となるものの、一国に月2人しか決勝進出できなかったため、カプラノアとセシナが決勝に進み、カバエワは予選敗退となった。2008年、再度の引退を表明。高い技術と柔軟性を生かしたカバエワの演技に対しては賛否両論にあったが、カバエワが新体操を変えたということは、広く言われている。 シドニーコリニー降、同じロシアのイリーナ・チャシナ、ウクライナのアンナ・ベ・スソノバと共に、三強と称されていた。ロシアのオルガカ・プラノは、ベーラ・セシナは、カバエワの後継者と称された。2001年、東映映画、レッド・シャドウ赤影に出演。2005年には、DVD も発売された。2008年、ロシア連邦会院選挙で統一ロシアより出馬し、当選したが、 その後に辞職。2016年4月現在は政府のマスコミ対応の総責任者を務めている。2008年にウラジービル・プーチンとの交際が報じられたが否定。この件を報じたタブロイド紙は突如、資金難を理由に休刊。2009年12月に男子を出産。父親が誰かは明かされていないが、プーチンとする噂がある。新体操、失意乗り越えた。 カバエは、念願の五輪金、メダル、三景スポーツ、カバエは、悲願の金。ルールの申し子は、やはり強かった、スポーツナビ2004年8月30日、シーナ稽古、プーチン離婚で囁かれる、隠し子、整形疑惑、社会、2013年6月7日16時52分、日刊現代。ありがとうございます。